常識を覆す日本世界最強ブラジルを撃破、バレーボール界に新たな伝説誕生。バレーボールの世界で誰もが予想だにしなかった驚異的な出来事が起こりました。世界ランク7位の日本が長年にわたり世界最強の称号を誇るブラジルを打ち破ったのです。この歴史的な試合はネーションズリーグの準決勝という世界中のバレーボールファンが固唾を飲んで見守る大舞台で繰り広げられました。この衝撃的な結果に海外から日本を称賛する声が殺到しています。特にライバル国であるブラジルの監督やアジアの強豪中国、さらには欧米各国からのコメントは驚きと称賛に満ちたものばかりです。これらの反応の詳細については後ほど詳しくお伝えしますので、どうぞ最後までお付き合いください。日本対ブラジル、この対戦はまさに聖書に描かれたダビデとゴリアテの戦いを彷彿とさせます。日本の選手たちの平均身長は170cm 台、一方ブラジルの選手たちは 180cm 台と、その身長差は歴然としています。しかし日本は小さな巨人と呼ばれるほどの卓越した技術と緻密な戦略でこの物理的なハンディキャップを乗り越えてきました。試合開始前、ブラジルチームからは自信に満ち溢れた雰囲気が漂っていました。彼女たちは予選ラウンドから13連勝という驚異的な記録を誇り、無敗の快進撃を続けていたのです。さらに直近3回の対戦では日本をフルセットの末に破っており、その実績が彼女たちに絶対的な自信を与えていました。一方日本チームの表情からは静かな決意が感じられました。2年前パリオリンピックの出場権をかけた重要な試合でブラジルに敗れた悔しさがまだ心の奥底に残っていたのです。その悔しさを晴らすべく彼女たちは黙々と準備を重ねてきました。ついに試合開始のホイッスルが鳴り響き、両チームの選手たちがコートに立ちました。会場は一瞬にして緊張感に包まれ、観客たちは息を呑んで試合の行方を見守りました。第1セット、日本は誰もが予想しなかった驚異的な立ち上がりを見せました。荒木の鋭いブロック、山田二千華の鮮やかなサービスエースで最高のスタートを切ると、古賀紗理那のしなやかなバックアタックや荒木のスピーディーなクイックなど3連続得点で 5-1 と主導権を握ったのです。日本の攻撃は多彩を極めました。石川真佑の力強いバックアタック、技ありアタック、それぞれの選手が持ち味を存分に発揮し、瞬く間に 11-4 まで点差を広げました。この素晴らしい立ち上がりに世界中のバレーボールファンが驚きの声を上げました。 SNS 上では、日本の攻撃が素晴らしい、まるで芸術のようだ、身長は低くてもこんなにパワフルなプレーができるなんて信じられないといったコメントが瞬く間に拡散されました。しかし世界最強の称号は伊達ではありません。ブラジルは猛烈な反撃に出ました。 15-8 と追い込まれた状況から一気に6連続得点を奪い、そしてついに逆転、 21-24 と今度は日本を追い込む展開となりました。ここで日本の底力が遺憾なく発揮されます。和田由紀子の鋭いスパイクを皮切りに驚異の4連続得点、そして 26-24 で奇跡的に第1セットを取ったのです。スポちゃん、この劇的な逆転劇に会場は大興奮の渦に包まれました。世界中のファンも SNS で熱狂的なコメントを投稿し続けました。日本の粘りがすごすぎる、まるで侍魂だ、こんな劇的な逆転バレーボール界の歴史に刻まれるべきだ。第2セットはブラジルの意地と底力を見せつけられることとなりました。日本は一時15とリードを広げましたが、ブラジルの猛攻に押され 20-25 で落としてしまいます。この展開にブラジルファンからは安堵の声が上がりました。さすがブラジル、底力が違うね、これで流れが変わる、ブラジルの逆襲が始まるぞといったコメントが目立ちました。第3セットは再び日本が主導権を握りました。石川真佑の鋭い連続アタック、宮部愛理のタイミング抜群のブロックで徐々にリードを広げ 25-21 で取り切りました。この勝利に日本のファンは歓喜の声を上げました。日本やるじゃん、
世界を驚かせているぞ。このまま行け。金メダルも夢じゃない。といった声援が会場と SNS を埋め尽くしました。第4セットは、またもやブラジルの底力を見せつけられることとなります。序盤から6連続失点を喫した日本は、懸命に追い上げましたが、22-25で落としてしまいました。ブラジルファンからは安堵と歓喜の声が上がる一方、日本ファンからは落胆の声が聞こえてきました。ああ、惜しい。でも、まだ終わっていない。第5セットで逆転だ。日本なら絶対にできる。そして運命の第5セット。15点先取の短期決戦です。日本は素晴らしい立ち上がりを見せました。宮部愛理の鋭いブロックアウトや石川真佑の威力抜群の連続アタックなど4連続得点で先行。その後も宮部の連続ブロックで7-1と大きくリードしました。この素晴らしいスタートに世界中のファンが驚きの声を上げました。日本、やる気満々だな。まるで別チームのようだ。ブラジルを圧倒している。これは歴史的な瞬間かもしれない。しかしブラジルも簡単には諦めません。猛烈な反撃に出て9-9の同点に追いつきました。ここからはまさに一進一退の緊迫した攻防。両チームともに譲らず互いに点を取り合います。会場の熱気は最高潮に達し、観客たちは息をするのも忘れるほどでした。スポちゃん、世界中のファンも SNS で熱狂的なコメントを投稿し続けます。こんな素晴らしい試合、生涯忘れられない。どちらが勝っても文句なし。バレーボールの素晴らしさを体現している。そして12-11で迎えた運命の一球。山田二千華がサーブに立ちます。彼女の放ったサーブはまるで魔球のようにブラジルの陣形を崩しました。サービスエース。日本が2点リードです。続く石川真佑のスパイク、ブラジルのブロッカーに触れましたがそのままアウトへ。マッチポイントです。最後の1点、岩崎小読みの絶妙なトスを受けた石川が渾身のスパイクを放ちます。ボールはブラジルのブロックに当たり高く舞い上がりました。そしてコートの外へ。15-12、日本が信じられない勝利を収めました。試合終了のホイッスルが鳴り響き、会場は大歓声と感動の涙に包まれました。日本の選手たちは喜びのあまり抱き合って泣き崩れます。彼女たちは不可能を可能にし、バレーボール界に新たな歴史を刻んだのです。この勝利は単なる一試合の勝利以上の重要な意味を持ちます。日本はこの歴史的勝利によってネーションズリーグ初の決勝進出を果たし、メダル獲得を確定させたのです。これは日本バレーボール界にとってまさに新時代の幕開けと言えるでしょう。試合後、真鍋政義監督は感動を抑えきれない様子で、選手たちがよく終盤まで集中力を切らさずに戦ってくれたと選手たちの奮闘を称えました。そして今日勝ったことで吹っ切れたと思う、これまでの苦い経験を乗り越え新たな一歩を踏み出せたと、これまでの苦しい経験を乗り越えた手応えを語りました。一方、敗れ果したもののブラジルのキャプテンキャロル選手は、日本と対戦するときはいつも難しい試合になるわ、なぜなら彼女たちは素晴らしいディフェンス力を持っているから、今日の試合はバレーボールの美しさを体現していたわと、日本の粘り強さと技術を高く評価しています。ブラジルのジョゼ・ギマラエス監督は、日本は毎年大会ごとに良くなっていると感じている、とても良いチームだしリスペクトしていると日本チームを称賛。古賀紗理那選手に対しては、本当に素晴らしいプレーをする、彼女はチームを引っ張り、彼女がどれほどチームに貢献しているかわかるでしょうと話し、チームにとって特別な存在だからこそ止めなければならないと思っていると宣言していました。スポちゃん、この試合の結果は世界中に衝撃を与え、バレーボール界に新たな風を吹き込みました。特にアジアのライバルである中国からの反応が大きな注目を集めています。中国の人気 SNS ウェイボー美白では、日本女子は間違いなくこの試合の勝利に値するチームだ、彼女たちの努力と技術は称賛に値する、日本は今年驚くほど大きく成長した、我々も見習うべき点が多い、日本女子バレーは本当に素晴らしい、今日のプレーは感動的だった。
中国が負けたのも納得できるといったコメントが次々と投稿され、その数は数十万件に上りました。中国の大手スポーツメディアシナ体育も無敵と思われていたブラジルを打ち破り、金メダルに王手をかけた日本。13連勝中の強豪相手に日本が上回るパフォーマンスを見せた。これは歴史的快挙だと報じ、日本の偉業を高く評価しています。さらに欧米のメディアも日本の勝利を大々的に取り上げました。アメリカの有力スポーツ専門チャンネル ESPN は、日本バレーボール界に新たな伝説を作るというタイトルで特別番組を放送。日本チームの戦略と技術を詳細に分析し、身長という物理的ハンディキャップをいかにして技術と戦略で克服したかを丁寧に解説しました。フランスの権威あるスポーツ誌レキップは、小さな巨人たち世界の頂点に立つという見出しで大々的に記事を掲載。日本選手たちの身長の低さを逆手に取った独自の戦略を絶賛し、バレーボールの概念を覆す革命的な勝利と評しています。イタリアのメディアは、次の相手は我々だ、油断は禁物だと警戒感を隠しません。世界ランク2位のイタリアとの決勝戦に向けて、早くも緊張感が高まっています。イタリアの名将ダビデ・マッツァンティ監督は、日本の勝利は偶然ではない、彼女たちの技術と戦略は世界最高峰だ、我々も全力で挑まなければならないとコメントしました。この歴史的勝利は日本のバレーボール界に新たな章を刻みました。身長で劣る日本が世界最強のブラジルを打ち破ったのです。これは長年の努力と緻密な戦略、そして決して諦めない不屈の精神が生み出した奇跡と言えるでしょう。日本の勝利は世界中のアンダードッグたちに希望の光を与えました。小さくても努力次第で世界一になれるという夢を日本は見事に体現したのです。この勝利はバレーボールの枠を超えて、あらゆるスポーツ、そして人生においても大きな励みとなるでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。